父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。遠くまでは行けまい。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。ボルキレが。抜けの殻だ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの計った通り、奴らが戻ったならば、帰りしちには無しかないの。ボロテガ、もう逃げられんぞ。おめえの仮装は相手にならねえ。奴らはこの先。承知いたした。そなたは誠に無事か。わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ、何があろうとも。
命乞いするのか。命乞いするのか。誰かいんのか。生き残りだ。頭立ちがしまいだ。助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む、御所だ。戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早よ行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。猫にもかなわんな。出しておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうぜ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。行かねばな。早く様、矢で撃たれてしまう。置くといてくれ。恐れなどを屈せぬ。この辺りに違いない。止めろ。目を狙え。手を止める。たとえ死と隣り合わせであろうか。己を買いかぶりすぎじゃ。まさき。幾日か褒め休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと
お上の軍勢が押し寄せてきちまう。疲れ果てた兵は親分の役に立たねえ。臆病者、今すぐ隣の村を攻め落とさねえと。ああそうだろうな。わしらのことは奴らの耳にすぐ届くだろう。今日はほとんど死人も出てねえ。この勢いを断つんじゃねえ。親分のお言葉を待て。次は首を落とせ。死ぬ前を買いかぶりせえ。僕も兄貴をやりやがったな。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ。拙者をご存知ないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。江戸か行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。食わさずやすやすと。じいよ、命だけは見逃してくれ。己を殺してしまいじゃ。わしを越えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。切り裂け。うん、ほっ、うん、うっ、うん、
裂け！止めろ！もう一発じゃ！切り裂け！斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめ、おやめなさい。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。諦めな、小僧。
そこで止まれ。殿、生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと、拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。調和を乱したお前など取るに足らぬ。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。